リヨン駅列車衝突事故とは、1988年6月27日、フランスパリ市にある、フランス国鉄リヨン駅構内で発生した列車正面衝突事故である。当駅構内に入場した電車が、当駅に停車していた別列車と衝突し、死者56名、負傷者55名を出した。 フランス国鉄の通勤電車153,944列車は、Z5300 系電車を使用して、パリ市の南東に位置するムランから、パリ市のリヨン駅への50マイルの距離を運行していた。夏ダイヤへの改正により、事故当時の1988年6月27日は、ルベールド・メゾン駅は、通過駅となった。列車が、ルベールド・メゾン駅のプラットフォームに差し掛かろうとしたとき、 二両目にいた乗客が突然立ち上がって緊急ブレーキを操作し下車した。運転士は車掌の手も借りながらブレーキの解除作業を26分間行った。この作業により列車にいた乗客の多くが下車した。遅れた時間を取り戻すためリオン駅にある運行指令室は運転士に次の停車駅であるメゾンアルフ駅を通過するように指示した。列車は メゾンアルフ駅を通過した直後、リヨン駅に向かう4度の下り坂に差し掛かった。リヨン駅入場でポイントを渡るため、減速を示す、起信号を運転士が確認し、減速しようとした時、列車のブレーキはほとんど働かないことに気づいた。下り坂のため列車の速度が増す中、運転士は緊急警報を無線で連絡したが、運行指令室のオペレーターに、自社の番号を伝えていなかった。 運転士は警報ボタンを押し乗客を列車の後部に避難させるために運転室を空にした。15万3944列車はリオン駅で出発が遅れていた当駅発の列車と衝突した。衝突された列車の運転士は乗客に避難を呼びかけるため衝突直前まで運転室に残り犠牲となった。本件の事故は 初めてロリストが関与していると考えられていた。というのも、当時、パリとその周辺の列車の爆破事件が続いていたためで、ある。この考えは、153,944列車を調べた調査員が、一両目の後方にある、シュブレーキ配管のバルブが閉じられていることを見つけた、ことから有力視された。このバルブが開けられた状態では、一両目で圧縮された空気が、 後方の車両に送られ、それらの客車にある空気ブレーキを働かせることができる。もし閉じられていれば、バルブより後方にあるすべての車両のブレーキが働かない状態になる。調査員はブレーキシステムの仕組みについての詳細な知識がある。何者かがバルブを閉じたと思われた。次に緊急ブレーキを操作した者が誰であるか調査された。 緊急ブレーキを操作した者への出頭を呼びかける広告を新聞に掲載すると若い母親が名乗り出た。彼女は普段下校する自分の子供たちを迎えるためルベールドメゾン駅で停車する153,944列車を利用していた。しかし夏ダイヤへの改正により自分が乗っていた列車がルベールドメゾン駅を通過するようになったことを知らなかった。 自分の子供を待たせたくなかったため、非常ブレーキを操作して停車させたと調査員らに語った。調査員らは、彼女の取った行動は無責任であるが、事故につながるものではないと結論付けた。その後、調査員らは、運転手への取り調べの記録を以前よりも注意深く見た。非常ブレーキが操作された後、運転手は、非常ブレーキを解除するため、一両目後部に行き、 解除ハンドルを引こうとしたが、ハンドルが硬く、動こうとしなかった。以前に見落とされていたが、その時、運転士は解除ハンドルにより力を加えるため、シブレーキの配管バルブに手を置いていたことが分かった。調査員らは、運転士がハンドルを引っ張った時、誤ってバルブを閉じたと推測した。しかし、この推測は、運転士が列車を再び動かしているという点で、別の疑問が出てきた。 それは、バルブが閉じている場合、車両には、フェールセーフ機構が働き、ブレーキをロックする。再び列車の運行を開始するには、バルブを開くか、各ブレーキパッドのロックを手動で解除しなければならない。フランス国鉄の指針では、技術者を呼んで電車を調査してもらう必要がある。しかし、運転士は、運行の継続を望んでおり、列車の反対側にいた車掌に、 ブレーキのロックを解除するよう依頼した。運転士は問題の原因をエアロックであると思い込んでいた。エアロックは緊急ブレーキが作動すると圧縮空気がブレーキパイプに溜まりパイプの目詰まりを起こし、結果ブレーキ操作ができなくなる現象である。エアロックが発生した時にフェール政府機構の一部としてブレーキパッドをロックする。この問題を解決するには ブレーキを解放するため閉じ込められた空気をパイプの外に放出する必要がある。それにもかかわらず運転士は自分の言った行動に何の疑問もなかった。運転室内にあるブレーキ圧力計では正常な値を示しており、そのため全てのブレーキシステムが正常に動作していたと思った。運転士は知らないうちにシュバルブを閉じ、それより 後方の車両とのブレーキ系統を切り離していたため、運転室で示していた圧力系の値は一両目のブレーキのみの値を示していた。しかし、必要な制動力が1、8になったが、まだ列車を停止、または減速する機会があった。まず、列車を減速、または停止する時間が、リオン駅一つ前の停車駅であるメゾンアルフ駅にあった。しかし、 運行指令室はメゾンアルフ駅を通過し、リヨン駅まで無停車で運行するよう運転士に指示した。また、列車には電気ブレーキが装備されていたが、運転士らは通常電気ブレーキの使用を嫌う傾向にあった。しかも、事故当日、運転士はパニックのためそれについて忘れていた。しかし、この段階でも列車を停止する機会が存在していた。運転士は 異常が発生したことを無線で知らせ、列車がトラブルにあったことを知らせる緊急警報を発報したが、運行指令室に自分の列車番号も現在走行している場所も知らせなかった。運行指令室は暴走列車が駅に到着する予定の4編成の列車の一つであったことが分かった。指令室はどの列車か絞り込むために、それらの列車すべてに通信を行った。 運転士が緊急警報を押したとき、ネットワーク上のすべての列車が指示を待つために運行停止を余儀なくされた。停止した理由を説明のためいくつかの他の運転士と指令室との通信が発生した。駅員は列車のいない路線に列車を誘導しようとしたが、運転士が自分の列車番号と列車の位置を伝えなかったため、列車を識別することができなかった。 運転士は運転室を離れていたため、指令室との対応ができなかった。指令室は問題のない3本の列車を除くため、リオン駅に入場する4本の列車に通信を試して、みたが、運転士が警報ボタンを押したことにより、指令室は停止を余儀なくされた他の多くの列車からの問い合わせに殺到されることになった。 多くの問い合わせのため、指令室は問題の列車を識別することができなかった。最後に、信号操作者は、暴走列車を列車が存在する2番線でなく、列車のいない1番線に誘導するように、事前にプログラミングされていた。列車のいないプラットフォームに電車を突入させた場合、死傷者の発生は回避されたと思われた。しかし、 運転士が警報アラームを発砲させたため、信号操作者は一般的な閉鎖手順と呼ばれるプロセスになり、すべての信号を赤にする必要があった。しかし、このプロセスは意図せぬ結果を生み出した。信号機の制御が完全に手動制御になり、あらかじめ設定したプログラムは無効となった。そのため、暴走列車は列車の存在する二番線に侵入することになり、 衝突に至った。この事故においては、多くの責任が言及された。運転士は、4年の刑を受け、6ヶ月服役した後、釈放された。ブレーキの解除の作業を手伝った車掌もまた、同じ刑で服役した。乗客を避難することができなかったりヨ駅の監督、緊急ブレーキを使用した乗客に対しては、法的責任は問われなかった。ただし、乗客については、 事故自体の責任は問われなかったが、緊急ブレーキを不正に使用したとしてセンフランの罰金を科された。フランス国鉄組合代表は、運転士はスケープゴートにされたと主張した。評論家は、フランス国鉄は、過密なスケジュールと駅の空間が不十分であること、鉄道の管理に問題があることが、事故に結びついたと非難した。当事故は、 ナショナルジオグラフィックで放送されている衝撃の瞬間第3シリーズで紹介された ABC プリズンフェルムオリジナルの2010年1月4日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20100104075615/http:/www.humanite.fr/1992-12-15articlespreasonfilmhat 1 a s s o c i a t e d p r e s s a n o t h r d e t r y t r i a s t t p w w w n e e t ドットコム、一九百八十八、零八、零七、ワールド、アナザー、デッドリー、パリジャン、トレーン、クラッシュ、html、ハット、グリーン、ハウス、スティーブン、デストールナウ、五十九イン、パリトレーン、クラッシュ、httpwww。二タイムズ、ドットコム、一九百八十八、零六、二十九、ワールド、デストールナウ、マイナス五十九、イン、パリトレーン。 クラッシュ HTML ハット A B マクダウエルパトリックトレーンドライバージェイルドフォークラッシュザットキルド五十六 p e o p HTTP www dot upnuuserarchive com 千九百九十二ツレーンドライバージェイルドフォークラッシュザットキルドマイナス五十六 p e o p IDC 六 A 二百二十五 AA 四 CD 六千二百七ビット五万六千三百十三 F5 デシベル124エド24プリズンフェルム。http コロンスラッシュスラッシュ www.umanity.fr スラッシュノードスラッシュ4562 2ありがとうございます。